明けましておめでとうございます。この古本の旅日記によれば、この森の奥にはかつて名だたる剣豪を育て上げた師匠が住んでいるそうです。多くの侍が師事した人ともなれば、侍の知識も豊富なはず。何としても弟子入りし修行させてもらわなければ。おそらくこの家だと思うんですが。ごめんください。うん、お、ふわっそれで、お願いします。どうか拙者を弟子にしてはもらえませんか。ん？はい。この旅日記によれば、あなたは数多くの剣豪を育てたお師匠様だとか。突然押しかけてしまってすみません。ですが拙者はどうしても立派な侍にならなきゃいけないんです。だからどうかお願いします。はい、どうぞ。ありがとう。しかし、そんなどうしてですか。いや、え、でもそれならどうして師匠だなんて。実は、それで、そうだったんですね。すみません、拙者の勘違いで。はい、実は。それで。はい、情けなくも拙者にはもう他にいい案が思いつかなくて。うん、すまない。ほほほ。え、そこな小娘。はい、何でしょう。うぬは
者にとって侍とは、刀を扱う武人であり、恩義と礼儀を重んじるものであると思ってます。では、それは、拙者は幼い頃から両親に侍についての話を子守歌のように聞かされてきました。侍のように恩義に厚く礼儀正しく、そう聞かされて育てられましたから。はい、拙者の生まれ育った故郷では、それが侍の姿として伝えられていると。そうだな。それが侍の歴史ということは、真の侍というのはその原点に立ち返った存在なんですか？これはいいなこと。でも奥藤さんは侍と呼ばれていて、すごい人たちの一員なんですよね。それなら侍と呼ばれるに至った理由があるんじゃ。そこつものめ。信念。惑わされるな。拙者が聞いた「侍とは何か」という問いに対する答えは、皆さんそれぞれ違っていました。現代の侍は様々な解釈と思想、文化が入り混じってできたもの。まだこれといった答えは出ませんが、なんとなく見えてきた気がします。現代の侍はいろんな思想や文化が入り混じってできたもの。その言葉の通り、みんなが抱く侍像はそれぞれ違っていた。おーい！うわっ！いえ、大丈夫です。拙者も団長さんたちに話したいことがあったので。本当に正しいのかはまだ自信がないんですけど、なんとなく近いところまでは。先日皆さんのお話を聞いてから、ずっと侍とは何かと考えてきました。義に重んじるもの、強さを重んじるもの、無視で人に尽くせるもの、信念に生きるもの、
拙者はそのどれもが侍であると思うんです。答えは一つじゃない。侍とは人によって異なるものなんじゃないかって。団長さん、もう一度あの侍と出会った茶屋に行かせてください。最後の答えはそこにある、そんな気がするんです。いや、いいえ、今日あなたを訪ねたのはその答えを見つけるためです。ぼう、もう少しでわかる気がするんです。だから拙者ともう一度手合わせしてもらえませんか。うん、始める前に一つだけ質問をしてもいいですか。ん？あなたはどうして侍になったんですか。そうですね。なるほど、ありがとうございます。うん、ええ、拙者の答えはこの刀の中に。打ち合いでそれを証明します。いざ尋常に勝負。もしかしたら やっぱり強い。でも今ならわかる。この人の立ち筋に迷いがなく、これほどまでに強い理由が。そんな…大変です。待ちなさい。痛い気な女の子に暴力を振るなんて言語道断です。はあ、いいえ、引きません。なんだ、弱い者をいじめる悪を見過ごすなんて
絶対に許せません。か弱い女の子をいじめる不届き者、拙者の刀で成敗します。大鳥回転流、油断はしません。それで、はい、侍とは恩義と礼儀を重んじ振るう刀に信念を抱く者。そして拙者の刀は悪を成敗し、大切な人たちや弱い人たちを守るという信念を持って振るわれるものです。拙者ですが。